今回はオックスフォード大学の研究結果などをもとにごっそり痩せる炭酸水の飲み方3選について動画で解説していきます。まる早速ですが、例えば江戸時代の人に炭酸水を飲ませれば口の中が爆発したと勘違いされて多分殴られる口の中爆発飲料、それが炭酸水かと思いますが、なんとあのシュワシュワでダイエット効果や頭が良くなる研究まであって、もはや頭と体を同時に良くする文武両道ドリンク、それが炭酸水なんでございます。というわけで今回は炭酸水のすごい効果3選を解説させていただき、さらにそんな炭酸水の効果を倍増させる飲み方3選も解説する炭酸水の情報量爆発動画でございまして、まずは炭酸水のすごい効果1つ目が集中力が上がるよと慶応義塾大学が発表しているわけなんです。研究内容が20代から50代の会社員52名を対象に強炭酸水を 100ml 飲んだパターンと何も飲まないパターンで脳波を測定し、集中度の値を比べた結果、強炭酸水を飲むと何も飲まない時と比較して集中度が 1.18 倍になりましたと発表しているわけなんです。ちなみに 1.18 倍と言われてもなんかピンとこない、そう思う方もいらっしゃるかもしれませんが、この研究ではトランプタワーを完成させるという課題を行い集中度を測りました。仮にその作業に1時間かかるとすれば、強炭酸水を飲んで集中度が 1.18 倍になれば、同じ作業を大体50分で終えられるくらいに集中度が高まるよとコメントされているわけなんです。なのでデスクワークや宿題なんかをする前に 100ml の強炭酸水を飲んでから頑張れば10分早く終わるほど集中できるかもしれませんし、夜遅くて眠気覚ましにコーヒー飲めない、そんなタイミングでも飲める炭酸水は非常におすすめなんでございます。そして炭酸水のすごい効果2つ目が頭の覚醒度が 2.9 倍に上がるよと先ほどと同じ研究で慶応義塾大学が発表しているわけなんです。例えば眠たい、だるいといった症状が出てくるのは頭の覚醒度が低いから、これを吹き飛ばすためにも強炭酸水がおすすめでございまして、例えばお風呂に入った時の覚醒度が2倍強、他には最大の大声で3秒間絶叫し続けた時の覚醒度が約 2.5 倍だよとコメントされていて、全力で3秒間絶叫するより強炭酸水飲むだけの方が頭が覚醒するという本当ですかとちょっと思っちゃいますが、慶応義塾大学教授三倉先生がそう言ってるんだから絶対そうなんでございます。そして炭酸水のすごい効果3つ目が高いダイエット効果でございます。例えば炭酸水をたくさん飲むと炭酸ガスによって胃が膨らんで満腹感が出る、これについては説明不要かと思いますが、その他にも炭酸水は便秘を解消してダイエットに役立つわけでございます。炭酸ガスの刺激が胃やその先にある大腸を刺激することによって便秘を押し出す蠕動運動が活発になってお通じがスムーズになるみたいな仕組みでございまして、実際に2011年に便秘にお悩みの高齢者40名を対象に2週間炭酸水を飲んでもらった研究によると、排便の頻度が大幅に増加し、さらには便秘の症状も約 58% 減少しましたと発表しているわけなんです。ちなみにお通じが悪いと便秘が体の中に長いことずっといる、そうなるとその長くなった時間分便秘から栄養をもりもり吸収して余計な栄養が体に溜まって太るという理屈もございますので、楽して痩せたかったら便秘をなるべく早くお外に排泄するのも大事なんでございます。以上、一旦まとめると炭酸水を飲むと60分の作業が50分で終わるくらい集中できて、覚醒度 2.9 倍の目がギンギン状態、さらにはお腹がいっぱいになって便秘をもりもり出してダイエットにも役立つという頭と体が同時に良くなる文武両道ドリンク、それが炭酸水なんでございます。ただとは言っても味のないただの炭酸水を飲むのはなんかしんどい、
そう思う方もいらっしゃるかと思いますので、今回はダイエット効果を加速させるおすすめの飲み方3選について解説させていただくと、一つ目がオレンジジュースでございます。一昔前まではオレンジジュースは太るという認識でしたが、2023年あたりからこんな感じで、オレンジジュースはダイエットに役立つみたいよと急に手のひら返しが始まって注目されているみたいな感じで、具体的にはオレンジジュースで体重減少、他にはインスリン抵抗性や悪玉コレステロールの改善なんなど、体にいいこといっぱいあるよと発表されているわけでございます。じゃあなんでオレンジジュースで痩せるのか、その理由についても2点ほど解説させていただくと、一つ目が高い栄養価でございます。我々人間の体は内臓、筋肉、骨なんなどいろいろなパーツからできていて、それぞれ材料となる栄養は違います。なので取るべき必須栄養素に絞ってみてもこんな感じで46種類とたくさんあるわけでございます。ここで特定の栄養素が不足すると、たとえカロリーは足りていても栄養不足で食欲が止まらないなんて症状に悩みがちですが、ビタミンミネラルてんこ盛りのオレンジジュースを飲むと栄養の偏りによる食欲がごっそりなくなるみたいな仕組みでございます。そしてオレンジジュースのすごいポイント2つ目がカロリーが低いところでございます。例えば必須栄養素は全部取れるけど5000キロカロリーみたいな食品があれば栄養不足は解消できますが、太って別の問題が発生しがち。要するに少ないカロリーでいかにたくさんの栄養が取れるかも大事でございますが、オレンジジュースだと低カロリー栄養満点で費用対効果が高いんでございます。ちなみにだからといって今日から水分補給を全部オレンジジュースに変えてみますなんてことをすれば、体のシルエットがオレンジそっくりなまんまるおデブになるかと思いますし、先ほどの研究で使われていたのは果汁 100% のオレンジジュース、さらにダイエット効果を最大化したければ自分で絞った絞りたてのオレンジジュースが最強だよと発表されておりますので、自慢のクルクでオレンジをぎゅうぎゅうに絞りダイエットオレンジソーダを作りましょうと、そういうわけでございます。そして炭酸水の痩せる悩み方2つ目が蜂蜜でございます。例えばダイエット効果を狙うならカロリーゼロの人工甘味料の方がいいんじゃないのと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、人工甘味料は冷や汗が止まらなくなるくらい体に悪いよ論文が多かったり、他には甘いにもかかわらずカロリーゼロ、そうするとあんなにも甘いものを食べたのに体にエネルギー入ってこないとかやばいじゃんと脳みそが焦って食欲が上がるなんて理屈もある。一方蜂蜜は砂糖の 1.3 倍も甘い。これは要するに蜂蜜 10g は白砂糖 13g と同等の甘さを出せる。なのにもかかわらずお砂糖と違って健康効果高すぎる甘味料、それが蜂蜜でございます。例えば蜂蜜は悪玉コレステロールや中性脂肪を避けて血液をサラサラにする効果があるよとセントマイケルズ病院が発表していたり、他には風邪薬より喉の痛み咳といった風邪の症状に効くよとオックスフォード大学が発表していたり、さらには生理痛や頭痛なんかも大幅に減らす働きがあるみたいよとアラーク医科大学が発表していたりと、ご利益ゴリゴリ甘味料、それが蜂蜜なんでございます。例えば人を平気で刺してくるやべえ虫、蜂、そんな蜂から蜂蜜をパクってくるとか、よく考えたら正気の沙汰ではありませんが、その健康効果を知ると、蜂さんに嫌われててもパクりたい、ありがたい甘味料、それが蜂蜜かと思います。そして、炭酸水の痩せる悩み方3つ目が、生姜を入れてジンジャーエールにしていただくことでございます。もう見るからに体に良さそうな雰囲気がしまくっている生姜。ただデータがないと全く相手にされないのが科学の世界でございます。そんな中、徹底的に生姜を調べ抜いてやるよと、シラーズ医科大学が過去に行われた研究14件をさらにまとめるベタ分析を行った結果、1日あたり
1から3グラムの生姜パウダーを食べるだけで体重減少、血糖値は低下、悪玉コレステロールや中性脂肪の値も低下し、善玉コレステロールは改善、そして代謝は上がるという現象が優位に確認され、体にいい効果がてんこ盛りで疑ってすいませんでしたと、手首がねじ切れるくらいの手のひら返しで絶賛されていたわけでございます。以上をまとめると、体がスリムになって頭も良くなる文武両道ドリンク炭酸水、そんなただでさえすごい炭酸水に自慢の握力で縛りまくったオレンジジュース、人を刺しまくってくるヤベイ虫、蜂から奪い取った蜂蜜、さらには信頼感がえげつない生姜を入れたりと、味変しながら楽しんでダイエットいたしましょうと、そういうわけでございます。ちなみにこんな感じと痩せる人が出まくりで、私自身毎日実践している一般的なダイエット法よりも2倍速でめっちゃ簡単に痩せる方法を解説した動画を、中瀬のんだら公式 LINE 限定で無料配信中ですので、興味のある方は概要欄からご覧いただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。